清原武貞は、平安時代後期東北地方の武将、王宇の豪族、清原武則の子、通称は荒川太郎、陳寿不将軍従五石田であったとの資料がある、清原忠公の別名との説がある。清原氏は、出羽に勢力を持った豪族であった。源の頼地下の養成により、父武則と共に、道の区の前九年の役に参戦し、 安倍氏を滅ぼす。この時、すでに着島孝がいたが、処刑された藤原常清の妻の床一の末倍を妻にし、その連れ子を養子とした。その後、家平も生まれ、この三人兄弟の関係が、後のあと三年の役の原因となった。安倍氏の女は無理やり、竹貞の妻にさせられた形ではあるが、連れ子の清平も、 清原氏の決闘のこと同格に扱われたことなどから、戦利品としてではなく道の区の旧安倍氏勢力を平和的に取り込む意図があって縁談が結ばれたものと考えられている。竹貞には弟にあと三年の役で討たれる竹平、姉妹に吉彦秀武の妻などがいる。後三年の役の際、大徳三年に家平によって殺害された女性で男女別。 人数は不明であるが、清平との間に子を設けていた、清原一族の人ではないかと推測されており、竹下の娘の可能性もある。竹下の娘であった場合、清平の義理の姉妹で義兄弟結婚をしたことになる。ありがとうございます。